ちは。この前のブログで話してた長野市に行く日です。今日は曇りです。昨日の夜はちょっと雨が降ってたみたいで、あんまりいい天気じゃないですね。でも山はすごい紅葉づいてて、次の撮影、次の案件ではちょっとドローンを飛ばしたいと思ってたので、明日、明後日ぐらいにはちょっと飛ばそうかなと思っております。この後高速で長野市に向かって、デザイン事務所の方行って、ちょっと善光寺とか行きたいかな。今コンビニでケントさん待ってます。大丈夫ですか？ジミニちゃんはもう30歳ぐらいなので、だいぶ年金ができてるので、すぐ壊れちゃうんですよ。なので今日はね、皆さんに言ってなかったんですけど、長野市に行くもう一つの理由があって、車をねちょっと見に行こうかと思ってます。その車はまだ秘密なので、お楽しみにしててください。長野市に着きました。現在の時刻は1時15分で、2時から打ち合わせということで、ね、さあ、というわけでデザイン事務所行ってきましたね。はい。本当にね、なんかこういい方でいいデザインができるんじゃないかと、年末、今年の最後、今年年末に向けてできればということなので、楽しみにしてください。で、僕たちは今長野といえばこちらです。工事中。工事室に。天候です。天候。初めてですね、ケントさん。はい、初めてです。僕たち長野、僕は諏訪出身ですけど、諏訪の人たちは小学校の時に長野なんとかみたいな感じで全校寺に小学校 の旅行で来てます。で、鍵があるんだよ、鍵がね、暗いとこに、暗いなんかこう通路みたいなのがあって、鍵があって、なんか輪っかみたいな、それを探すみたいな、できるんですよ。今日はやるかわかんないけど。なるほど。平日だからちょっと人少ないですね。一回今年の夏に一回来たけど、もう暑くて。さあ、ケントさん。はい。来ました。来ました。いやー、マジマンジ。完全にマジマンジですね。完全にマジ。そのマジ。ほら、頭に吹きかけな。励ませんように、励ませんように。おやき、長野県産おやきみたいなのなんで食べ、長野県名物ね、長野県の。ちなみに中身はかぼちゃ。これ一番行かないとこだね。野沢、一番行かなきゃいけないのやっぱ野沢菜とか、あんことかね。ほら、かぼちゃをあえて、いきます。あ、うまっ。うまい、うまい。めっちゃかぼちゃの味がするわ。さあ、というわけで、車屋さんに行きました。あれ違うね、ここ車屋さんじゃないね、ケントさん。あれ、さっき長野市でめちゃめちゃいい感じのね、あんないい家になるとこ行ったのに、ケントさん回してなかったかな。回してないっす。あれ、もうブログ終わりですね。完全に戻ってきてしまったので、事務所に。もう9時過ぎてる。そうなんです、こんなブログになってしまいました。でも皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ケントさん初めて長野市に行く、これですかね、多分タイトルは。マジ。まあ、この編集はケントさんがやるということなので。よろしくお願いいたします。じゃあケントさん、また同じように締めてください。はい、気温もだいぶ下がってきて、毎日凍えそうな朝を迎えますが、皆さん、明日も元気。長い長い長い。頑張りましょう。じゃあねー。